和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。おお、これはこれは、特急黒潮が通りました。黒潮が見放題ということで、鉄道ファンではたまらない。大上チャンネルは NHK ラジオ番組ラジオ深夜便、日本列島暮らしの便りのレポーターの私がお送りする番組であります。深夜23時台ではありますが、不定期金曜日に10分くらい和歌山を紹介していますので、そちらもよろしかったらご視聴お願いいたしま す。なかなかチキンカツ、なかなかの味。こちら今回は和歌山県和歌山市中島にある小玉食堂さんであります。2017年5月26日にオープンしたばかりの洋食と家庭料理のお店。熊の親父が幼少の握り、我が町和歌山県海南市にグリルたまちゃんという洋食屋さんがあったのを覚えています。なんと小玉食堂はその息子さんが開いた店ということで、熊のおばさんもよく行く店ということであります。初代たまちゃんのオーナー玉尾さんのご子息が開いた店。常連さんたちからは小玉と呼ばれていたことに由来する店名だと言います。看板のロゴは逆さまに小玉という文字が、まるでコックさんの帽子を子供がかぶっているデザインだと言います。グリルたまちゃん、なんと素晴らしい名前でありましょうか。熊の親父、海南市で育ったためか脳裏に焼き付いていたのであります。すぐに反応してしまいました。そんな由緒あるお店小玉食堂は、鉄道系 YouTuber である熊の親父一押しのお店であります。店の横を走る JR 紀勢本線、あの人気の特急黒潮パンダ列車を楽しめるお店だということであります。それではこれから鉄道系 YouTuber から大人気となっていくであろうお店小玉食堂、ごゆっくりお楽しみください。およそ300m 先です。左手ということで、本日小玉食堂外で食べる。ということで本日は このような小玉食堂さんであります。小玉食堂さんということで、本日こちらの方、場所はこういう場所であります。小玉食堂さんということで、こちらの方来ておりますが、小玉食堂さん、はいはい、ということで、こちらの方小玉食堂さんということで、よっしゃ、イタリアンスマッツ、コーヘンディスさんで、そちらのグランドメニューからお頼みいただけます。ということで、鶏天かチキンかチキンかチキンかということで、チキンカツにします。本日ここ電車めっちゃ通る。電車のこちら、電車の見える素晴らしい。お、熊の前通
一番お風呂特別席を用意していただいたのであります。本日はこちらの方チキンカツということで、おうわこれはこれは、プロ仕様が通りました。プロ仕様が見放題ということで、鉄道ファンではたまらないスペースではないでしょうか。こんにちは、こうやって第一品質ということで、電車が楽しめるそういったお店であります。席数少ない。うん、何だから、外もあるの。思ったね、って言ったらね。あ、そうだね。
はい、すみません、ありがとう。鉄道ファンならこちらで、はい、食事をするべきであります。ラッキーであります。あ、今度鉄道不安やら何やらっていうところに伸びてないな。そうかね、まあまあまあ、結局マニアックやってな、まあ、マニアも鉄道ファンとマニア、まあ半年とか1年経ってからという話だな。なるほど、あるよね、たまに急に乗ったというと、ん、おたま食堂さんであります。おたま食堂さん、美味しかったのであります。なかなかチキンカツ、なかなかの味。こちら、おたま食堂さんであります。おたま食堂さん、素晴らしい鉄道ファンには必見であります。パンダ列車、パンダの列車、黒潮、特急黒潮、パンダ列車が見れたという動画であります。ラッキーでありました。ここに大人の方、こういう場所であります。電車が見える玉食堂さんであるということで、本日こちらの小玉食堂さん、美味しかったのであります。場所にあってはなんとこんな場所であります。小玉食堂、洋食と家庭料理、町の広場と書いておりますが、こちら息子さんのデザインの、あ、そうなんだ。ここで小玉って書いてある。ああ、小玉であります。ひっくり返っております。そうそうそう、これはトップさんの帽子でありましょうか。なんとこんな場所であります。どうかトップ側もちょっと紹介してみたいと思います。小玉食堂さん、どういった場所であります。小玉食堂さん、こちらの方、素晴らしい鉄道ファンにはたまらないお店ということで、本日ご紹介いたします。列車でありました。電車の通る中吹きのな、赤いのそれでは小玉食堂さん、いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。